戦乱の世に生きた人ならぬ者たちの物語。現在私たちの国日本では、家柄、資産、職業などで身分が決まるようなことはありませんけれども、今からわずか150年前の日本では歴然とした身分制度が存在していました。いわゆる士農工商という4つの職業ごとで身分が分かれていたのです。江戸幕府が制定したこの身分制度では、最も低い身分とされた商人よりもさらに低いとされていた人たちが存在していました。その人たちは戸籍こそ作られはしたものの、人であらざるものとされ、その身分は明治政府によって廃止されるまで何代にもわたって受け継がれることとなりました。今回は戦国時代、身分制度がまだ定められていなかった頃に、人であらざる者たちとされた人々がいかにしてたくましく生き抜いたのか、その物語をご紹介したいと思います。それではどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。戦国時代における身分制度。戦国時代においては、農民出身の豊臣秀吉が天下人となったように、生まれた場所や一族代々引き継いできた職業なので身分が決まるような制度はありませんでした。ただし武士、貴族などには官位という肩書きによって身分の上下や収入、権利、立場などに格差がありました。石田三成や大谷義継をそれぞれ石田治部少とか大谷刑部といった言い方をする場合がありますが、この治部少も刑部もお金を出して朝廷から買った身分証のようなものでした。なぜ戦国武将に貴族階級の間でしか通用しない身分証が必要なのでしょう。それは自らの戦闘行為に天皇が許したという正当性を持たせるためでした。天下取りを目指す戦国大名は、勢力を拡大するために他国に攻め入ってその国を制圧し支配下に収めなければなりません。けれど立場が違えば、それは単にただの侵略行為です。その侵略行為に正当性を持たせるために、天皇や関白といった朝廷の許可が必要でした。ただしその許可をもらうには、天皇や関白など実際に政務を取り仕切っている貴族に拝謁するために御所に参内しなければなりません。ですが、どこの馬の骨かわからないものをお上ならしゃる御所に上がらせるわけには参らぬということで、ある一定以上の高い官位についていなければ御所の中に入ることができないシステムだったため、戦国武将が官位という身分証を持つことになったのです。一方、武士以外の百姓、商人、漁民などの一般民衆に対しては、江戸時代のような職業による身分制度は定められておらず、職業による貴賤差別はなかったと考えられています。ただし得た、否認という言葉やそういった名称で呼ばれている人たちは戦国時代にはすでに存在していました。では得た、否認とはどういった職業や身分の人たちのことだったのでしょうか。得た、否認とは、まず得たについてお話ししてまいりましょう。汚れが多いと書いて得たと読みます。戦国時代にはすでにこの得たと呼ばれていた人々は、この人々だけに許されている特殊な職業を生業として生活していました。その特殊な職業とは、牛馬の解体、毛皮の加工、葬送、土木工事、町の清掃、廃棄物処理などです。
なぜこういった仕事が江田の人たちに託されたのでしょうか。それは昔の人々が現在の私たち以上に死というものを恐れていたことに由来します。また死だけでなく、人間の意志では簡単に動かせないものに対しても畏敬の念を抱いていました。例えばある家で家族の誰かが死んだとします。そうすればその家は死の汚れがついたことになります。逆に出産で新しい命が生まれても、出産の際に大量に出血するためと、家族が増えたという大きな変化があったことに対して汚れがついたと考えます。一旦汚れがつくと、清め、物意味といって家に引きこもり、一切の活動を一定期間自粛しなければなりません。また死の汚れは伝染すると考えられているので、外からも迂闊に人を出入りさせるわけにもいきません。そこでその汚れを家から持ち去ってくれたり払ったりしてくれる人が必要になりました。その儀式を行うのが得たと呼ばれる人々の役目の一つだったのです。つまり牛馬の解体や毛皮などの加工も、得たの人々には死の汚れを払う力があると信じられていたからこそ与えられた仕事と言えます。また廃棄物処理としては、この当時胎児とともに母体から排出される胎盤などをエナと言い、きちんと手順を踏んで処理をする風習がありました。その風習をエナ納めと言います。そうしなければ出産の際の汚れが払えず、災難が降りかかると信じられていたからです。ですからエナを処分する際にも得田の人々が必要とされました。少なくとも室町時代から戦国時代後期にかけて、得田と呼ばれていた人たちは民衆から汚れを払い清めてくれる力を持つ専門家として、差別どころかむしろ畏怖されている存在でした。それでは避妊とはどういった人々のことだったのでしょう。漢字で示される通り、人にあらずとされる人々は戦国時代以前からその名称で呼ばれており、得田の人々と同じような仕事をする人もいましたが、多くは組織的な物乞いをして生計を立てていました。領主に年貢を納められずに逃げた農民、病気で働けなくなって生きるための糧を得られなくなった人、捨て子、重度のハンセン病患者などで構成されている物乞いの集団もあれば、天皇家の墓所を守る役割を担い、その管理をすることから報酬を得て、さらに様々な課税を免除されている領庫、創業ながらどこの宗派かを明確にせず、人々の家の前で鐘を叩いて祈祷をしたりして生計を立てる証文寺など、自ら考案した芸能を披露して糧を得る人など、戦国時代の避妊は職業の制約を受けることがなく、身分制度が定まった江戸時代よりはるかに自由に生きることができました。避妊という言葉を聞くと、人として扱われず奴隷のように扱われていたイメージを抱きがちですが、実際はそうではありません。避妊の身柄は誰の所有物にもならず、どこへ行くにも自由です。ただし領庫などの仕事を与えられている避妊は、同じ集落の中の者同士でしか婚姻が許されませんでした。また三女と呼ばれる人々は一定の場所に居住せず、主に大きな寺や高い地位にある貴族などの領内に住み着いて、そこの警備や雑用をこなすことで生計を立てていた人々もいました。実はヘッドハンティングされるほどのスーパーエキスパート集団だった。
下駄の人々は戦国時代以前から汚れを払う力があると信じられ、人の葬送や死んだ牛馬の処理などに携わってきました。死んだ牛馬の皮などを処理して衣服などを作る技術を持つようになり、やがてその技術は馬具や甲冑を作る際には欠かせないものとなっていきます。時は戦乱の世、武具や馬具の需要は増大する一方でした。ところが東日本には江田の人々のように牛馬の皮を高品質な皮へと加工できる専門の職人がおらず、武具や馬具を揃えるためには西日本から取り寄せなければなりませんでした。しかしそれでは費用も時間もかかります。そこで東国地方の漁師たちは西日本に住んでいる江田を呼び寄せて自国の領民とし、革製品を生産するという仕事に当たらせました。これはつまり江田が高い専門技術を持つスーパーエキスパート集団だったからに他なりません。それだけではありません。江田の中には河原者と呼ばれる人々がおり、その中には造園、作庭などに類まれな才能を持つ人々がたくさん現れました。さらに作庭の技術は石垣作りにも役立てられ、その技術を壊れて築城の際の石垣作りにも参加するようになりました。実は平民より豊かだった？得た避妊の生活環境や待遇などは地域によって大きく差があります。なぜそういった差があるのかは、いまだ日本の身分制度を詳しく研究している専門家の人たちの中でも明確な答えが出ていません。ただ最近の研究結果によって、神社仏閣の多い地域の得たの人々の方がそういった宗教の影響が少ない地域の得た避妊よりも優遇されていたことが分かってきました。例えばある地域では得たには耕作地が与えられず、水はけの悪い湿った場所に強制的に住まわされていたという事実があります。しかしその一方で、関西地方で特に神社仏閣が多く、修学旅行先としてよく名の通ったとある県の教育委員会による研究結果によれば、江田も耕作地の所有が認められており、むしろ平民の村の米の収穫量よりも、江田の人々の村の方が収穫量が多かったことや、水利権といって水田に水を引く権利も場所によっては優遇されていたという記録が確認されています。また、作庭や築城、造園、土木工事、井戸掘りなどに従事する際、今の工事現場でも特殊で高い技術を持っている人が高額で雇われるように、江田である河原者の人たちに支払われる賃金の方が平民の労働者よりも多かったという記録もあります。まとめ。江田も避妊も、いわゆる先民と呼ばれ、ほんの150年前までは一般の民衆よりも低い身分で卑しいものだと蔑まれていた歴史があります。けれどもそれは江戸幕府が作った制度であり、正式な身分制度がなかった戦国時代ではその専門性を尊ばれ保護されていた存在だったのです。はっきりと身分制度が定められた江戸時代よりも、動乱の時代であった戦国時代の方が自分たちの能力や才能を生かすことができました。いつ戦乱に巻き込まれて命を落とすかもしれない時代だったけれど、彼らにとっては戦国時代の方が豊かに楽しく生きていられたのかもしれません。ちなみに山水河原者であった県庭が策定した庭園の一つに第五次三宝院庭園があります。その庭と向き合えば、先民と蔑まれる身分でありながら
素晴らしい才能を持ち、技術を磨き、高い美意識を持ち得た人々がいたことに、きっと胸を打たれることでしょう。